はい、おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな好きと言っているチャンネルでございます。知識のあるなしに上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで、エブリッシングエブリウェアオールアットワンスネタバレなし感想会、感想会っていうかレビューです。ということで、ついに公開されました。満を持して、いやー、もう1年くらい待ってね、僕のチャンネルでもエブ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 ってね言ってる人たち多かったですけれども、来ました、エブリシングエブリウェアオールアットワンス、覚えました。はい、朝一 IMAX 池袋グランドシネマサンシャインの、ね、IMAX で見てきまして、もう僕のホームグラウンドのような映画館になってきてますけれどもね、そこで、まあ、今日はとりあえずネタバレなしで、まあ、内容とかねストーリーについてはねもうほとんど触れずに、今回はね、まあ、概要とあとどういった内容の映画なのかっていうのをですねざっくり話しますね。でこれある程度分かっておいた方が、楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で最後に、まあ、ネタバレなしでね、どんな風にね面白かったのかとかどんな風に良かったかっていうのをねちょっと説明します。まず概要なんですけれども、まあ、ダニエルズ監督ということでね、ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナートさん、ダニエルズという名前でね監督されている2人でございます。スイス・アーミーマンという映画がありまして、まあ、僕すごい大好きなんですけど、僕もねあの前に生配信でねそのスイス・アーミーマンについてねトム・ブラウンの道夫さんと生配信やってますんで、よかったらそちら見てください。で僕すごい好きな作品で、なんとその監督がですね、なんと A24 で最大のヒット作を叩き出したということでですね、去年2022年ですね、このねこっちではねあのドクターストレンジをねマルチバースオブマッドネスでね話題になってた頃、いやこっちのマルチバースの方がちゃんとしたマルチバースじゃねみたいな感じで話題になってたのがこのエブエブでございますね。どんな感じの作品かっていうと、超ざっくり言うとですね、あの僕ねあのマルコビッチの穴という映画がありまして、あのスパイク・ジョーンズ監督のね作品なんですけどもね、このねスパイク・ジョーンズっぽいですね、超簡単に雑に言っちゃうと新しい時代のスパイク・ジョーンズ来たみたいな感じで、僕マルコビッチの穴とかね、いわゆるそういうちょっとシュールな世界観で、だけれどもなんか面白おかしくて、なんだか切ない悲しい、でもほんわかした気持ちになるような、なんかこう見たことない世界を見せてくれるタイプのジャンルの面白さっていうのがあると思うんですけどもね、そのタイプの監督なので、もそこにも好き嫌いあると思いますし、まあそのマルコビッチの穴とかスパイク・ジョーンズが好きな人だったら、僕は結構おすすめできる作品でございます。まあ、ざっくりジャンルっていうかどんな内容なのかっていうのをですねちょっと説明しますね。で予告僕見ないで言ってるんですけど、まあ、基本的に見たい映画予告見ないで言った方がいいと思ってるんで、予告を見ないでおいて、かつ僕のねなんとなくこのジャンル聞いておいてください。まずですねコメディです。めちゃくちゃコメディです。でこれあのね笑えるか笑えないかでね結構賛否分かれるかもしれない。あのどうもね今回エブエブねすごい大絶賛で、まあ、アカデミー賞とかでもね前哨戦でもね総なめしてる作品なんですけれども、日本で公開されたりね試写の段階では結構僕の周りでねあんま普通だったなみたいな人も結構いるんですよ、僕の周りでね。だからあの過剰に期待しすぎなくていいと思うんですけども、重要なのはね結構コメディーなんですね。でコメディーがね結構こう乗れるか乗れないか結構大きいです。でその上でねあのねまあもう一個はねパロディーです。もうパロディ、要はマルチバースっていうおばちゃんがねマルチバースでなんかこう活躍するみたいな映画だと思ってください。でそのマルチバースってことは、まあ、ある種パロディが多いんですよね。いろんなパロディが含まれてます。まあこのねポスターとか前情報で分かる通り、まあこのカンフー映画っていうかねそのジャッキーアクションみたいなねところのまあパロディみたいなところもあるじゃないですか。まあそういったところも含めてもっと全体的にいろんなパロディ、まあすごいメタ的な映画、もうメタ構造の繰り返されるような映画だと思ってください。で、もちろんマルチバースという世界観ですよ。マルチバースのその多重構造のね、あもう多元宇宙というかね、もういろんな世界がもう入り混じって出てくるような、そういうマルチバースの面白さがあって、かつですね、こういったバカバカしかったり、パロディだったり、マルチバースでちょっと SF 的な展開なんですけども、ファミリー映画でもあってね、正直ね、前回のアカデミー賞でいうところの今年のコーダ枠です。これコーダ枠だと思います。どっちかっていうと。要は、わかりやすくって、もう家族でも楽しめて、楽しい作品になってるんですね。はい。でね、ここまで聞いてね、僕が言いたいことはですね、これもう僕が大好きなタイプの作品だっていうことですね。はい。だから乗れない人もいるかもしれないですけど、僕はめちゃくちゃ好きなタイプの作品です。じゃあ、ちょっとね、なんで心構えが必要かっていうとですね、ちょっとだけお話ししたいのが、これね、
超バカバカしい、わかりやすい、アクションコメディみたいなノリでもう、もうごっちゃごっちゃのやつを見に行こうと思ったらですね、意外と、まあ、さすがアカデミー賞で今作品賞をね、総なめしてるような作品ですね。しっかりした映画です。思ったよりしっかりしている。だから僕がね、さっき言った高打枠みたいなところもあるので、なんかね、もうゲラゲラゲラバカバカしい、わははは、お祭りだみたいな感じよりは、ちゃんとね、エブリシングエビリはオールワットワンスっていうですね、素晴らしい作品をですね、ちゃんと見に行くっていう心構えで行かないと、あのですね、結構そのマルチバースとかいろんな話が含まれて、そのファミリー映画とか、割と深いところまで行くんで、置いてかれます。割と、なんだ、ごちゃごちゃした楽しいアクションばっかなんだと思ったら意外と置いてかれるんで、そこら辺の心構えだけして、わ、割とちゃんとした映画を見に行くんだ。で、しかもなんかね、見たこともない感じがあるんで、このチャンネルでね、アカデミー賞作品もね、結構取り扱ってきましたね。逆転のトライアングルもあったし、イニシェリン島もあったし、まあもちろんトップガンもアバターも取り扱っております。まだフェイブルマンズはこれから見るんですけれども、今回ね、エブエブを見てきたところ、今のところ、まあトップガンとかね、いろいろ熱い映画ありますけれども、新鮮さで言うとやっぱエブエブが僕は一番あったかなっていう感じがしますね。内容とか一切触れずに良かったところを言うとですね、もちろんミシェル・ヨーっていう人がめちゃくちゃいいですね。何がいいってね、顔がいい。顔がですね、すごいよーく映るんですね、この映画。もう顔のアップとかが多いんだけど、ミシェル・ヨーさんの顔がですね、すごい決まってるんですね。配役の時点で結構ね、もうこの企画大正解っていう感じがします。はい。なんかね、よく見てるとね、指原さん、元 AKB のね、指原さんのような顔をしてるんですよね。なんかね、こう、ちょっと馴染みのある美人さもあって、なんかそこがね、ちょっと手の届かないって感じよりもね、あ、いい顔してるなみたいな感じで、こう、しみじみ見れちゃうような感じがして、いいですね。はい。で、もちろん、この、まあ、さっきスパイク・ジョーンズみたいな感じって言いましたけども、そのシュールで、面白おかしくて、でもなんかちょっとほっこりするような感じのお笑いと、まあ、結構下品。でね、スイス・アーミーマンほど下品じゃないから、その、下ネタとかにきつい人、まあ、若干ある。まあ、その、子供向けではないけども、そんなに肩肘張んなくて、それバビロンとか逆転トライアングルとかに比べたらもう全然平気です。はい。だからそこら辺も安心して見に行ける。湯浅監督とかの感じ、クレヨンしんちゃんとか湯浅監督の感じなんで、そのバカバカしいクレヨンしんちゃんで笑いたくて、湯浅監督の絶妙な感じとかが好きなら、あのタッチが好きなら楽しめると思うんですよね。だから、小気味いい編集とバカバカしい演出で分かりやすくて楽しいものと見せておきながらも、結構ね、内容は挑戦的で、結構すごいことしてるなーっていう風に思うところもあったので、まあ、ここら辺は全部僕のネタバレあり動画の方で結構細かくなるべく喋ろうかなという風に思っております。要はね、なんかこうね、ラーメンズが、キングオブコントの、優勝しそうな状態なんですよ、今。キングオブコントでラーメンズが今優勝しそう。もう、決勝ラウンドまで行って、大手。もうなんか流れ的に優勝しそうだな、みたいな。そんな感じですね。まあ、ラーメンズほど品のいいお笑いではないけど、なんかその、要はシュールで、見たことない、ちょっと新鮮な感じと、フレッシュで、そのミュージックビデオだったりとかする、ああいうね、映像の面白さみたいな、若い人が好きな感じっていうのが、このアカデミー賞っていうね、もう大舞台の、大きいね、権威ある賞のところで、今、決勝ラウンドで優勝しそうな感じで戦ってるよっていうような、そういう感じなので、まあ、ここら辺もワクワクしながら見ていただくと、より楽しめるのかなという気がします。まあ、要は、まあ、めっちゃ僕が好きなタイプの作品です。で、僕はね、結構ね、ここ最近では、思い出せる限りでは一番ゲラゲラ笑ったね。結構ゲラゲラ笑えて面白かったし、なんじゃそりゃみたいなところも結構あったし、で、しかも、本当にちゃんと泣けるところもあってね、素晴らしいエンタメ作品になってるんじゃないかなというふうに僕は思います。もちろんね、皆さん見ていただいて、最初にも言いましたけども、賛否両論、起きそうな感じもあるのね。だから、あんまハマれなかったとか、あんまよくわかんなかったなっていう人もいるかもしれません。だからあなたがね、どっちかなっていうのはね、自分で楽しみながら、あんまわかんねえなとか、あんまハマれねえなとか思いながらも。で、まあもしハマれなくてもね、僕はこの後絶賛ネタバレあり動画出しますから、まあそっちでね、なんか保管していただいて、そういう風にね、見る人もいるんだ、それ楽しむ人もいるんだなぐらいの感じで見てもらえればいいと思います。だから無理してね、すごい作品なんだっていう風に、構えてみなくてもいいんですけど、なんかもうバッカバカしいの見に行くぞみたいな、モテキだ、モテキの映画版だみたいな、なんかそのお祭りだみたいな感じで行くのもなんか若干違う。やっぱちゃんとね、アカデミー賞作品賞にノミネートされる作品だなっていう感じもね、ちゃんとありますんで、絶妙な感じでね、ぜひ見に行っていただけるとね、楽しめるんじゃないでしょうか。楽しめなかった人も僕のこの後ネタバレ動画見てね。
もしよかったら高評価チャンネル登録をお願いいたします。そして明日ね土曜日、夜10時から生配信でエブエブみんなの感想会やりますので、ね、皆さんの感想、DM ね僕のツイッター DM にお待ちしてますんで、感想をいただいてみんなの感想会やりましょう。はい、よろしくお願いします。それではさよなら。